キサラすごかったね。こう右に左に釣り竿が大きく揺れて。うん、海面を走る魚の勢いもさることながら、それを抑え切った君の腕前も見事だった。ああ、キサラがドゥッスイって踏ん張った瞬間、思わず拳を握ったぜ。あれは力強い掛け声だった。それでキサラ、この魚は。ああ、海の王者とも言われる白銀カジキだ。海に出ることがあったら挑戦してみたかったんだ。剣の歯みたいなすごい色ね。本当、この頭の鋭さとかそのまま武器にできそうだよね。使いこなせる者がいればだな。かなりの重量級だぞこれは。そりゃやっぱキサラじゃねえの。こいつを一本釣りしてのけたんだし。でもその力でいつもキサラは私たちの盾になってくれているのよね。ああ、改めて心強く思うよな。無敵のバカ力ってとこだよな。バカ力、ローは無敵のバカだね。なんだよ。